パシャ切り。刀剣乱舞のサービス開始9周年の年に実装された新刀剣男子、総集伝の広光作と言われている脇差し。上杉家を手選び三十五囲碁の一つで、上杉謙信の腰刀と伝わる。また同じ広光作の送りからには強い憧れを抱く。魔物よけの糸も取れる名を持つ刀は、暗闇に様々なものを見る。あちらを覗くとき、向こうもこちらを覗いてる。用があるけど手短には言えないサニワ様は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。